今日はですね、手首の痛みに対してこれをどう使うか、そんなお話をしたいと思います。はい、よろしくお願いします。トヨタのファンクショナルデザインの古川です。今日は手首のね、実践編ということで、まず手首が痛い時にチェックの仕方をね、一つ覚えていただきたいですね。こう手を合わせて反らしていきます。で、反らした時に、まあ、どの辺が痛むのかっていうのがまず一つ注意してみていただきたいのが、こう反らしていた時に痛む側の手首の反り具合ですよね。だいたいこうなってます。で、手首のこっち側に痛みが出てても、まずこちら側のこの腹側のですね、まあ、前腕の屈筋たちの硬さっていうのをやっつけないといけないんですよ。前腕の緊張が強くてお腹側に引っ張られるわけじゃないですか。手自体がこの前腕に対して前にこうやってずれたような位置関係にあるんですよ。そうするとこの根元の手首の根元の手根骨っていうのが後ろに押し出された状態になるんです。手首を反らせるときには前に入り込まなきゃいけないんですけど、入り込もうとするのを邪魔するんですね、この硬さがね。そうするとここに引っかかりを起こしてくる、ね、こうやって手首のインピンジメントってできるんです。ベンチプレスやってて手首痛いなんてなるじゃないですか。で、手首痛いからじゃあしばらくベンチ休もう、じゃあ代わりにデッド頑張ろうってなるじゃないですか。デッド頑張って前腕パンパンになるとまたここの引っかかりが強くなったりするんです。だからしばらく放っておけばここの腫れは引きますから、あ、なんとなく痛み引いたなってなるんですけど、またベンチ始めた時に、まあ、引っかかる状況、ここに衝突が起こる条件は変わってないので、また再発するのを繰り返しちゃうんですよ。だからちゃんと痛みが癒えるまで、腫れた関節がね、落ち着くまでは休ませてあげなきゃいけないのは正しいんだけれども、その間ほっといちゃダメです、ね、デッドリフトするなって言ってるんじゃないですよ。それもやるんだけど、ちゃんとほぐそうねっていうことですね。はい、もう一つ、前腕の緊張が強くてお腹側に引っ張られるわけじゃないですか。で、それに対して今度は手首を反らす側の筋肉たちもカウンターバランスで強く張るんですよ。っていうと引き伸ばされながら働くので、この辺りには非常に強いストレスがかかってくるんですよね。腱鞘炎を起こしたりもするんです。だから今の手首のケアっていうのは腱鞘炎の方にもおすすめなんですよ。で、腱鞘炎なんかまさしくこっち側が腫れてるから、こっちばっかりケアしやすいじゃないですか。だけれども腹からちゃんといかないとダメなんです。痛みの程度と手首の角度を確認したら、早速ですね、リカバリーガンで前腕の屈筋から緩めていただきたいんですね。手首をこうやって反らした状態で、肘の内側ありますね、ここの出っ張りから小指と中指と、そして親指と、この3つのラインぐらいに分けてリカバリーガンを当てていきます。そうですね、ってやっていく中で滑りの悪いところを見つけたら5秒から10秒ほどそこに、止めておいてください。で、そこからもう1回と、だいたい3往復から5往復ぐらいやってあげたいですね、1つのラインにね。あとこの手首の近くなんかも結構ね、硬さができるところです。今度真ん中、この辺もありますね。今滑りの悪いところっていうのを、まあ、止めながらやってみたんです。で、ちゃんとほぐれたかどうかはこうやって滑りが良くなっているかどうかを見れば分かりますよね。こうやって確認しながらやっていくんです。今度は親指側、で、親指側なんですけど、この脈を測るあたりあるじゃないですか。このあたりに親指を曲げる筋肉がへばりつくんですけど、そこしっかり取っといた方がいいですよ、ね、そこは結構 悪さをしますね。こうで、しっかり、ストレッチをかけてやらなければ効かないかって、そんなことないですから、今みたいに手首こうやって反らした状態でやって十分ですからね。よいしょ。もちろん柔らかい人はこうやって手首反らしてかけてあげるっていうのもありですよ。こんなことするんですね。はい、で、途中経過で手首を反らしてみると、まあ、この時点でだいぶ手首の反りが良くなっているのを感じるはずですよ、ね。手首はこうやって折り込んだ状態で、今度は肘の外側の出っ張りから攻めていきます。これも人差し指、中指、小指ぐらいな感じで三つ股に分けて、ガンを当ててあげてください。こういう感じですね。
こういう感じになります。で、私はこうやって台についてしまってこんなことやってます。このくぼみのあたりなんかね、結構高血できやすいですよ。短等速手根伸筋なんていうのがいるんですけれどもね。こっちもう一つ、この山の方は超等速手根伸筋なんですけれども、両方ともしっかりほぐしたいですね。で、見えるかな、こうやって立てた時のここに出てくるのは腕頭骨筋ですね。こちらもしっかり当てたい。で、前腕自体のケアが終わったら、まあ、基本は可動域の変化としてはこっち側が大きくなるってことなんですけれども、まあ、手首自体のインピンジメントを考えるとこのチェックってことになりますね。よろしいでしょうか。で、今のですね、前腕のケアなんですが、よいしょっと、こっちのアタッチメントも結構おすすめです。ね、まあ、面積がちょっと広くなるんですけれども、平らになってる分ですね、当てやすかったりするんですよね。こういうとこね、よいしょっと、こういうとこもそうだし、はい、よいしょっと、よろしいですかね。その前腕のですね、ケアが終わったら、よいしょ、今度は関節にですね、ちょっと刺激を入れたいんですね。手首の故障ではですね、関節自体の炎症も起こすケースがあるんですね。腫れた後っていうのは関節を支えている靭帯や関節包なんて膜もですね、ぎゅっと縮んでしまうので、まあ、窮屈になるんですよ。だからそこ自体の、ケアなんかもしていきたいんですね。で、その時にですね、このアタッチメント、この尖ったやつですね、これなんか結構使います。で、どうやって使うのかっていうと、手首をこうやって反らせるんですね。この曲がってるところに当ててあげる感じです。あとね、で、ある程度やったらもう一回動きを見てねっていうことになるんですね。こうやってね、はい、まとめると、まずは手首のチェックをすると、手首の可動域と痛みの程度っていうのを確認してもらうんですね。で、それができたら前腕の不足からリカバリーガンでケアをすると、滑りの悪いところは時間をかけると、で、行って終わったらまたチェックをして次の手と、そしたら今度は前腕の背側、気になるところがあったら長めに置いておくと。で、それが終わったら、よいしょっと、まあ、またチェックをするんですけどね。そしたら今度は関節に対してということですね。こうやって入れていくと、答えるところがあったらちょっと長めに入れてあげる。ぐいぐい押し込んだりはしてないです。もうこれの重みでトントン置いてるぐらいな感じですね。それぐらいで十分です。例えばこの辺りに痛みが出るんであれば、その周辺に当ててあげる感じ。この最後のやつはね、こっちの外に出てればこちらということになります。ちなみにですね、手首をこう反らしてみて関節が引っかかる、で、こちらの親指が等速って言うんですけれども、こちら側に痛みが集まってくるようなケースだと、この3本線だったら親指に向けた線、ここの硬さをしっかり取る必要があります。いいですかね。で、今度こちらのこの辺に痛みが出るケースもあるじゃないですか。その場合はですね、ここら辺しっかり取っといたらいいですね。いいですか。この尺足の屈筋ですね、こちらの問題でここの痛みが出るケースがある。もう一つですね、手首をこうやって外から反らして引っかかるケースと、力をこうやって入れただけでいてって出るケースもあるんです。こうやって力を入れていてって出る場合は筋肉の故障ですね。で、その場合はですね、ここに付着している筋肉というと、この辺から伸びている長短等速手根伸筋ですね。長等速手根伸筋の場合はここに出ます。こちらの短等速手根伸筋の場合は真ん中に出るんですよね。じゃあ尺足のちょっと見えるかな、このヘリの方にある、尺足手根伸筋の場合はこの辺に痛みが出るんですよね。これもちょっと覚えておくといいです、ね、結構そうだな、可動域は出たんだけれども、よいしょって動かしてみたらやっぱり痛いねなんていうケースもあるんですよ。そういう時はこの辺しっかり探してあげるといいですね。といったところでですね、まずは第1回の手首の痛みへの、リカバリーガンの使い方ですね、こちらのご紹介をさせていただきました。ベンチプレスをされる方なんかはね、どうしても手首の痛みっていうのは、まあ、いたちごっこになるケース多いと思うんですよね。普段のケアにですね、ぜひこの形で使っていただければなと思います。今日のこの情報がですね、お役に立てたという方はですね、いいねボタン、
それからチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。次回はそうですね、肘の痛みについて、ご紹介しようかなと思います。よろしくお願いいたします。